塩を運ぶロバ。昔々のある暑い日、ロバが背中に荷物をいっぱい乗せてよたよたと歩いていました。橋を渡っている時、ロバはあんまり暑いのでクラクラして川に落ちてしまいました。するとどうでしょう、急に背中の荷物が軽くなったのです。ロバの荷物は塩だったので、全部水に溶けて流れてしまったのでした。次の日、ロバの飼い主はうんと軽い荷物をロバの背に積みました。川に落ちたロバを少しでも楽させてやろうと思ったのです。しかしロバは昨日の川が見えるとこう思いました。川に落ちればまた、荷物が軽くなるに違いないと。そうしてわざと川に落ちました。ところが荷物は川の水を吸ってずしんと石のように重くなり、ロバの体にのしかかりました。今日の荷物は綿だったのです。綿は水を吸うとどんどん重くなってしまいます。ロバは自分の作戦が失敗したことに気づいたときにはもう遅く、とうとう溺れて死んでしまいました。このロバと同じように、人間もずるいことをやる人は、うまくいったと思っても、思いがけない不幸に陥ることがあります。